魔女に見てもらえばあの人の怠け癖も治るかしら。こんにちは奥さん。あらこんにちは。何かご用？この村の魔女に用があるんだ。知ってるか？私は知らないけど、うちの人なら知ってるわ。聞いてみて。あの人先週腰を痛めて動けなかったの。魔女のところに行かせたら元気になったのよ。どこにいる？庭にいるはずよ。痛みが引いたら今度は怠け癖が出ちゃってね。子供らのためにコケモモでも取りに行ってほしいのに。マリアンの旦那さんは素敵だわ。この前もカワネズミを取ってきて何日も食べ物に困らなかったって。聞いてくれ、俺たちは恐怖で震え上がってる。この辺に住む魔女を知ってるな。誰に聞いた？あんたの嫁だ。あのバカ女、ほっといてくれ。女のたわごとを真に受けるな。魔女なんかいねえ。シャーマンも物知りの娘もな。いくらか渡せば思い出せるか？まあそこまで言うなら。村外れに小さい池があるだろ。そこから小道が伸びてる。その先に岩が一つある。岩が見えたら右に曲がって森に入れ。古い馬車を探すんだ。助かる。頼むから彼女に危害を加えないでくれ。あんたらの噂はこの辺にも届いてる。俺たちの噂？そうだ、魔女狩りの噂さ。ウィッチハンターが来たのか？いや、でも話は聞く。あんたが物騒な剣を持ってるもんだから噂は本当だったんだとは思ったんだよ。違う、俺はウィッチャーだ。それがどうした？似たようなもんだろう。いや、心配するな。魔女に危害は加えない。ああ、なら安心したよ。あの魔女は少し前に来たばかりだが、恐ろしく頭が切れる。見た目も悪くないぞ。痩せてるけどな。感謝する。それではな。悪魔いる。笑いながらリンゴ酒飲んで欲張って池の近くに岩があるはずだ。大きな岩か。右に曲がって馬車を目指そう。牛が苦しそうで床に寝たきりなんです。鼻水も止まらないし。私に牛の面倒を見ろっていうの？違うんです。あなたなら何かわかると思って。村に残った最後の牛なんです。他のは飢えて死ぬか兵隊に持ってかれた。あれが死んだら村人も全滅だ。薬草を分けてあげる。真夜中に汲んだ泉の水と混ぜ合わせて飲ませなさい。でもその前に牛小屋をきれいになさい。隅々まで徹底的によ、わかった？ありがとうございます。なんとお礼を言ったらいいか。もういいから、私は忙しいの。もう帰って。機嫌が悪いみたい。誰がいるか？さて、どこへ行った？
強いオーラを感じる。魔法の異物か。魔女はここから消えたのか。おお、いい趣味だ。ずいぶん待たせたわね、ゲラルト。2階に来て。遠慮しないで。ウィッチャー、お元気？洗い残しだ。どこ？覗きに来たわけじゃないでしょ。ああ、話がある。向こう向いてて。君がベレンのど真ん中に住んでいるとはな。田舎は嫌いだと思ってた。その通りよ。今はもっと嫌いになったわ。魔女が住んでると聞いてな。フォルテスト王の全相談役とは思わなかったが。この世界に驚きが残っていてよかったじゃない。発見に満ちている日常なんて、子供や放浪者、それか愚か者の特権よ。羨ましいわ。ご機嫌を損ねてしまったか。友達は温かく迎えてくれないのか。いいものを見せてあげたでしょ。もてなしは済んだわ。要件を聞かせて。当然の疑問だが、なぜ君がこんな場所にいるんだ。そうね、綺麗な空気を求めて、手つかずの自然に惹かれて、都会と穀倉地帯の長年の交流をさらに深める橋渡しをするため。全部大間違い。隠れてるのよ。世界が今どうなってるか知らないの？怒ってることに気づいてないの？魔術師への迫害のことか。その通り、まさにそれ。ラドビットの新しい道楽で少しでも魔法の匂いをさせた人は駆り出されるの。ウィッチハンターよ、聞いたことあるでしょ。北方の隅から隅まで人殺しどもが本を燃やしたり、預言者を処刑したり、薬草師を拷問したり。変なところに隠れたものだな。好きで来たわけじゃないわ。北方ではラドビットの手下が女魔術師を追ってるし、南はニルフガードの支配下。他にどこへ逃げればいいっての？確かに皇帝は魔術師に厳しいが、殺しはしないし仕事もさせている。ラドビットとエムヒルは全部正反対だけど、一つだけ共通点がある。女魔術師界への深い憎しみ。そして私もその一員だった。村の魔女の暮らしはどうだ？最悪。村人たちから広く尊敬と信頼を集める喜びはないのか。地の薬を作れるなら誰でも尊敬するような連中よ。ここはもう長いんだろ？錆びつくぐらい長くね。私がどんなにこの土地を嫌いか想像もつかないでしょ。話を変えようか。ある少女の行方を追っている。あら、そう。誰を？シリを探してる。あのシリだ。これは誰にも秘密だ。いいか。シリだがこの辺にいるの？女魔術師会と大陸中の王が探し回っていたあの子がベレンに来ていたのに、私が気がつかないなんてね。彼女ここで何してるの？どうも誰かから隠れているらしい。魔女と揉め事を起こしたらしいんだが、何も知らなそうだな。姿を見たりはしてないか？見てないわ。でも最近男に灰色の髪の女について聞かれた。村娘にはいないタイプの女性だって言ってた。他に何か言ってたか？慌てないでよ、ゲラルト。もっと丁重に頼めないの？魔女への貢ぎ物は？最近の謝礼の相場は？鶏の卵か。3羽分でどうだ？あなたが喋るごとに値上がりしてるわ。情報量はもう払えるような額じゃなくなってる。昔より性格が悪くなってるようだな。大自然の中で暮らしていれば心が洗われて落ち着くかと。自然は嫌いよ。もうそんな顔をしないでよ。
シリの話なのは分かったから。シリラのことを尋ねたエルフの話。エルフだけど、スコイアテルのゴロツキじゃなく魔術師だった。そのエルフの魔術師はベレンで何を？質問したわよ、思いつく限りのことをね。そうだろうな。でもエルフって山ほど質問するくせに質問には答えないのよね。そいつは何と名乗っていた？名乗らなかったわ。それに仮面をつけてた。隠し事だらけだったけど惹かれるものがあったわ。知的で冷静だったから。シリを探してる理由は聞いたか？ベレンで会うはずだったとだけ。彼より先に到着したかどうか気にしてた。あの子に伝言を残してないか？いいえ、でもあの子に会ったら連れてくるよう頼まれた。そいつの居場所を知ってるのか？ええ、ミッドコプスの近くのエルフの遺跡の中に隠れ家があるそう。案内するわ。なぜだ、俺に見つけられない場所なのか？まだ取引が終わってないの。あるものをくれる約束だったけどもらってないのよ。それに多分あなたも同じことを考えてるんでしょ。あの子がいるって。私もシリラに会いたいわ。今はまだ行けない。それなら現地で落ち合いましょう。洞窟の入り口で待ってるわ。